はい、両選手のプロフィールご紹介しましょう。チャンピオンは小型顔彩の異名を持ちますサウスポーラタナポンダッチボーイジムです。対ナコンラチャチマ出身の24歳、90年プロデビュー、92年マニーメルチョに12回判定勝ちし、19歳で IBF 世界ストロー級タイトルを獲得しました。これを12度防衛した後、96年3月体重オーバーのためタイトルを剥奪されますが、2ヶ月後ジョン・アルロスに12回判定勝ちしてタイトルを取り戻しています。今回が7度目、通算19度目の防衛戦となります。成績は37戦34勝2敗1引き分け、34勝のうち27の KO 勝ちがあります。一方の挑戦者はランキング6位です。長身のサウスポーゾラニ・レペテロです。南アフリカポートエリザベス出身の22歳、93年にプロデビュー、96年南アフリカストロー級タイトルに挑戦しますが10回 KO 負けしています。今回が初めての世界戦ですが、チャンピオンの地元タイでどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。戦績は14戦10勝2敗2引き分け、10勝のうち5つの KO 勝ちがあります。はい、今もありましたようにラタナポンが最初にタイトルを取ったのがもう92年ですから、浜さん6年前、いやすごいですね。重量級では結構そういった長期政権の場合多いんですけど、はい、軽量級はやっぱスピードがちょっと落ちただけでやっぱり大勢入れ替えになりますから、はい、そういった面で6年というのは本当にすごいことですね。まあ、一時はですね、このラタナポンは体重区が随分伝わっていたんですけども、ストロー級ではきついのではないかというかなり言われてました。その辺小泉さんどうなんですか。確かにその噂あるんですけどね、まあ、苦労しながら、防衛戦してますから、ええ、落とし切るとやはり体力差っていうのがあるんですね。まあ、ストロー級離れした本当にすごい体してますよね、そしてパワーありますしね。そしてこれラタナポンダッチボーイジムと今日はご紹介したんですけども、以前はねラタナポンソーモラピンと私たち言ってたんですけども。そうなんですね。まあ、ラタナポンのですね、はい、兄弟のですね、まあ、ラタナチャイ、これもダッチボーイジムになりましたし、はい、ユーリ・アルバチェコ選手に勝ったですねチャッチャイ、まあエリートジムとかチャッチャイササ君とか言ってたんですけど、はい、今はダッチボーイジムだから、タイはスポンサーが変わると名前コロコロ変わっていくんです。鬼塚選手と戦った頼むサックなんかですね、5回名前変えてるんですね。なるほど、はい、で負けると縁起が悪いから次の新しい名前、それからスポンサーが変わるとまた名前、だから名前の後半部分は本当にどんどん変わりますね。まあ、私たちがもう簡単に言うんだったら前半部分を要するに言えばいいわけですね。そうですね、タイはそういう呼び方しますね、はい、カオサイとかカオコーとかですね。なるほど、はい、わかりました。さあ今日はですね、自分より若いゾラニ・レペトロの挑戦を受ける格好です。早速ご覧いただきます。この試合は昨年の12月27日タイのソンクラーで行われたものです。 IBF 世界ストロー級タイトルマッチ、ラタナポンダッチボーイジム対ゾラニ・レペテロの一戦です。こちらがチャンピオンのラタナポンです。いつものようにタイ独特の試合前のセレモニーが行われています。 IBF 世界ストロー級タイトルマッチ、タイのソンクラーにありますソラブア競技場です。英語のスペルではラタナポルって言って最後 L で終わってるんですね、はい、タイ国語では最後の L は、うん、N で発音するんです。だからラタナポンなんです。あれこういう今セコンドでしょうか、はい、変わった方がいました。さあ試合前のチェックを注意を与えました。浜さん、はい、ワンポイントあえて上げていただきましょう。まあ、やっぱりラタナポンのパワーが注目するんですけど、挑戦者のレペトロどういったボクシングするかそれも 見ものですね。さあ試合が始まりました。白いグラブを1回ポンと合わせました。黄色のトランクがラタナポンダッチボーイジム、そして赤を主体にしたトランクスが挑戦者のゾラニ・レペテロです。まあ、両方ともサウスポーですね、はい、あの長身の痩せ型の選手の方が挑戦者ですね。南アフリカのレペトロは世界初挑戦ということになります。それからダッチボーイジムラタナポンの方は4ヶ月ぶりですね。これが通算して19度目の防衛戦です。最初タイトルを持っていた時が12度、それから取り返して6度という感じになります。
先ほども言いました92年の12月タイトルを取りましたが、もう長きにわたってそれを守り続けています。いや、1回は明け渡しました。それも明け渡したというよりも剥奪という格好ですからね。いや、軽量でウェイトを作れなかったんですよね。そこでその試合前にもタイトルを剥奪ですよね。それでその試合挑戦者が勝てば新チャンピオンになるんだったんですけど、これはそのラタナポンの方が11ラウンド TK をしたんです、はい、そこでクール、それで決定戦に出場してですね、ジュン・アルドスに勝ってまたチャンピオンになったということですね。ですから普通、まあ、通算という方はあまりその記録的にはどうかなという気がするんですが、この人の場合はやっぱり負けてないわけですから、はい、通算というのも割と心配、まあ、言ってもいいかなという気さえします。ラタナポンダッチボーイジムは37戦34勝2敗1分けです。非常にパワフルです。さあ、そろそろ観衆の後押しも始まりました。大歓声が湧き上がります。タイはもうこの屋外であるのが恒例になっております。たまに屋内でやることもありますが、ほとんどがこういったどこかの競技場ということになります。アッパーが入りました。挑戦者の身長はあるんですけれども、やはりラタナポンの方ががっちりした感じがあります。左のストレート、挑戦者がちょっと押し込まれてきます。残り40秒を切りました。右のフックを盛んに振っていきます。ラタナポン、ただ挑戦者は体は柔らかそうですね、はい、浜さん、チャンピオンの立ち上がりはどのように感じますか。まあ、いつもの通りの出来だと思いますね。これがだん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 エンジンがかかってくるとぐいぐいぐいと前に出ますからね。まあ、その分挑戦者の方がですね、右のリードが長いですよね。そうですね。ですからそう簡単には入れないんじゃないかなという感じも前半はしますけどね。そうですか。第1ラウンド、小泉さんはジャッジ的にはどうご覧になりました。まず10対9でチャンピオンラタナポンにつけますね、はい、まあ、いつものように採点基準なんですけど、まず有効なクリーンヒット、そして前進して攻める構成ですね、防御技術、そしてペース支配、ダウンが1度あると10対8、ダウン2度あると10対7、はい、こういう採点基準ですね、はい、17階級プロのボクシングにはありますが、それの一番軽いクラス、ストロー級のタイトルマッチです。 IBF 偉大のクロスを持っていきました。先日特集でお送りしました WBC のストローのチャンピオンリカルド・ロペスも、90年にタイトルを取ってるから、ロペスはずっとタイトルを守り通しています。20度の防衛、このラタナポンも、まあ、それに続く長い、タイトルキープを見せています。まあ、確かにターンは消えてはいるんですが、タイ国内におきまして抜群の強さを誇ります。まあ、チャンピオンのラタナポンからすると減量が一番の敵というところでしょうね、ここ最近は。そうですよね。防衛戦、次々とこのタイ国内でこなしていきます。ラタナポン、ダッチボーイジム、そろそろ浜さんが言われたエンジンがグイグイと、ね、出てきましたね、そこで挑戦者の方は止まっちゃいけないんですね、今一生懸命動いてますね。この動きをもう少し早く動いた方がいいんですけどね、今のところだん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 距離詰まってきてますからね、はい、頭を下げました。入ってきます。ただいいところはやっぱり動きながらでも打ちながら動いてますからね、ただ動くだけだともう入られっぱなしですけど、打ちながら動いてる分やっぱりいいですね、はい、おーっと一気に抜けていこうとしたんですがちょっと引っかかりました。まあ予想以上に、まあ予想通りっていうんですかね、追い込みが厳しいんでしょうね。なるほどね。さあ一旦ブレイクが入りました。大きく距離を取ったんですが、すぐさま詰めていきます。ラタナポンボディを打ちにいきます。今度は右ラッパー、フォアヤッパーです。サウスポー同士の対戦、
ちょっとこの辺挑戦者がパワー負けしています。確かにパワー負けはしてますよ。ただあの打ちながら動いてる分まだ捕まってないんですね、はい、おおと左のストレート、これは当たっていません。まあ、挑戦者は本当に一生懸命動いて背中向けながらでも動こうという意欲は持ってますね。右のリードブロー、挑戦者レペテロ、ボディ打ちます。右は空振り、ゴングです。第2ラウンド終えました。このラウンド評価してみましょう、はい、お互いに有効打はもう全然ないです。それでこの時にですね、前へ出て攻めてるのはこのラタナポの方です ね、これやはりプロの格闘技ですから、前へ出て相手をその攻めるっていう姿勢がやはりこれポイントの境目になりますね、はい、10対9ラタナポのラウンドにします。そうですか、はい、これが通算して19度の防衛戦です。ラタナポン、小泉さん、この試合の前ですね、あのプロモーターとして一番、まあ、今現在流星が起こっていますドンキングと契約を結んだという話ですね。そうですね、まあ、タイの経済不況のためにですね、でも地元タイ国で防衛戦も続けられなくなったんですね。あ、そうなんですか。ここでですね、そのドンキングプロモーションと契約してその海外進出ですね、はい、まあ、それはじゃあこれが最後になるかもしれないという可能性大ですね。まあ、そうですね、まあ、左を打ってきます。アメリカ進出する前の最後の試合ですね、はい、このラタナポンダッチボーイジムの後ろにはドンキングの影があります。右がよく出ます、挑戦者。本当に一番いいのはその右がいいんですね、はい、挑戦者は出てこないところを見つけまし、見計らって、ラタナポンもリードブローを打ち込んでいきます。さあ、また近づいてきました。距離が近づきます。おー、左ストレート。長いのよく打ってますよ。いいですね。いいパッチですね。これはいい形で吹かしました。さばきます。ドラニー・レペテロ。22歳の若さです。一方、ラタナポンも24歳。このラタナポンも、まあ、他のボクサーたちと一緒にムエタイからこの国際式に90年に、移ってきています。おーと頭当たりました。第3ラウンドまだ1分以上あります。詰めようという姿勢がラタナポンに非常に感じられますけれども、それ以上にゾラニー・レペトロの方が、浜さん、随分手数も増えたよね。このラウンドは挑戦者の方がいいですね。あ、そうですか、はい、挑戦者のパンチが邪魔になってるんですね、かなり数が多いですよね。数多いですね。あの左ストレートもジャブの威力っていうんですかね、ジャブの感じで何発も出てるんで本当に邪魔になってるんですね。さあ、それが途切れたところラタナポンが打ち込んでいきました。残り30秒切っています。第3ラウンド、左のクロスは当たっていません。距離をどんどん詰めてきます。まあ、ご覧になってお分かりいただけるようにラタナポンというのはそう技術的に上手い選手じゃないんですよ、うん、結局攻撃は最大の防御というので、攻めて攻めてその相手のパンチを食らわないようにして相手を沈めると、はい、打ち伏せるっていう、そういうボクシングですからね。手出すのが甘くなるとパンチ食いますね。第3ラウンドを終えています。このラウンドは試合の前半部分ですね、あのレペテロのそのロングのパンチがよくクリーンヒットしましたからね、はい、有効だったと思います。10対9です。ラタナポンがポイントを重ねていたんですが、第3ラウンドは、レペテロが取りました。
第4ラウンドです。 IBF 世界ストロー級のタイトルマッチ、ラタナポンがタイトルを取り返してからこれが7度目の防衛戦、通算しますと19度目です。試合の失礼としました。3ラウンドあたりからかなりこの右がより一層出るようになってきています。挑戦者レペテロ、それと右だけじゃなくて、はい、左ストレートも同じ感じでまっすぐ出てますからね、はい、その左右ストレート、これが邪魔になってますね。出入りします。簡単にちょっとラタナポンも近づけなくなってるような感じがありますね、うん、まあ、それで止まってるとパンチが飛んでくるわけですよね、はいはい、だからそういう中、まあ、どっちかというと今のところ中途半端ですね。この辺り強引にいつもですとラタナポン入っていきますが、なかなかそれもここまではできていません。入った瞬間を今打たれてるんですよね、はい、ちょっとラタナポンもじれてきているんでしょうかね、うん、まあそうですね、まあ、もう少し体触れる選手だとまた入りやすいところあるんですけどね。まっすぐまっすぐ行きますからね、まあ、体力で今まで押し切ってますからね、上下運動を繰り返しながらウィービングしながらこのように入っていきます。さあラタナポン距離を詰めました。抜けられました。先ほどまではラタナポンこうやって詰めていきますとズラインの方レペトロの方もなかなか抜けられなかったんですけれども、今本当にいい感じで動いてますよ。1ラウンド硬かったんですかねレペトロは。まあそれとチャンピオンラタナポンの突っ込みがおおおおと、はい、来ましたね。グラッと行ってます。あーとラタナポン交代します。ラタナポン左まともに組みましたね。オーナーに入りました。あーと左ショートでもらいます。あー聞いてますよ。距離を置きました。さあ、挑戦者、ちょっとグラついた。聞いてません。グラついています。ストレート、見返します。ストレート、ダウンが合う。最後、完全にバランスを崩したところ、左を持っていきました。すぐに起き上がっています。カウント取りますが、試合終了です。失敗ですね。最後は試合終了、まあ、告げたと同時に倒れ込んでしまいました。チャンピオンラタナポン番狂わせですね。王座転落です。最後レフェリーのウィリー・ミルズ試合終了を告げています。今の左ストレートまともですね。あっけなく幕切れは来ました。まあ、3ラウンド目挑戦者いい動きだなとは思いましたけど、この結果は予想できなかったですね。手数をこれまでに出していただけに詰めは早かったですね。いい回転ですね。ほとんどもうラタナポン手が出ませんでしたからね。これは集中打食いましたね。これだけ集中打、また打たれ方も集中打まともに全部打たれましたね。いつもラタナポンのリードパンチっていうのはワンツーのストレートボディなんですよね、はい、それで腰落として入ってきて、それで相手追い詰めてロープ詰めたりしていくんですけど、今日はそのリードパンチのワンツーのボディっていうのが出なかったですね。最初出そうとしてましたけど、相手が下がるもんだからそれ打てないんですね。そのうち相手のパンチ食い出して、最後このピンチになる前のその左ストレート、あれは強烈だったですね。リングチャンピオンです。体がしなりますからね、だから見た目以上にパンチが効くんですよね、こういった選手は。チャンピオンの地元敵地に乗り込んでのタイトル獲得です。